えっ、ーえー、とですね今日の話はって言ったらえー、と、高校生ぐらいの時高校生の時の話だからまあ30年ぐらい前の話なんだけどねえっ、ー、と下宿屋にちょっとあの入っててでそこのところで、ね、窓からですねいろんなものが見えるわけですよで何のことはないあの工事現場があってで黄色い棒にあの赤いランプがピーコピーコ鳴るやつが ちょっと目に入ったのね、あ、どんなんだろうと思って、で、気になるわけですよ。じゃあ、っていうんで、えっ、ー、と、一本くすねてきてですね、もうそこのところいけないよね。で、くすねてきて、で、あの、なんてことはない、分解してみたと。で、分解したらあ、何が出てきたかって言ったら、太さがですね、5、6センチあって、で、長さがですね、えー、こんぐらい、20センチぐらいの、 棒が出てくるわけよずーってでそのずーって出てきたやつを外してくるくるくるってまた蓋をすると何もつかないとでくるくるくるってやってまたそれをスコーンと入れてくるくるくるって閉じるとピーコピーコ鳴なるということでなんてことはないおっきい電池だったんだねあの黄色いやつは本体の中身はあの大きい乾電池が入ってた いうのが、まあ分かっただけで、ね。で、これ家の中にあったら、あの、インテリアとしていいかなとか思ってですね、ちょっとあの、壁につけたりなんかしたんだけども、なんてことはない。寝ようと思ったらですね、あの、ピーコピーコ鳴ってるのが気になってす、寝つけないというかですね、もうイライラしちゃうんでですね、まあ結局は、その、元の場所に戻しに行っちゃったんだな。だからあの、 皆さんもですね、工事現場にあるやつは、うん、持って帰っちゃダメだと。いろんな魅力的なもんがあっても、もう持って帰っちゃダメだよというのが今日の、えー、教訓でございました。えー、皆さんもですね、えーまあ、パクっちゃダメよ。<laughs> じゃあね。シャバダトゥビアバ、シャバダトゥビア、シャバダバー。